J リーグはよもっこ大佐とキャベタゾーで、お送りいたします。週刊にゃんにゃん、ですね、このコンテンツは1週間のサッカーに関わる話題をさまざまな角度からポンコツ2人で切り込んでいこうというコーナーで、通常毎週火曜日19時更新を目標にしております。週刊にゃんにゃんです。週刊ですよみんな、はい、ということでね、まあ、大体ねこの番組のテイストはそのワイドなショー的な、ね、感じで、ちょっと今ダメかな、そういう例えでね、はい、そういう例えで言えば、まあ、もっこの方が松本人志だよね、まあ、そうなのかなで何キャベさんは指原みたいな感じ、まあ東の、まあひろみはい、ということでね、まあまあまあ久しぶりです本当に、もうほぼ月刊にゃんにゃんになりつつあるんだけど、うん、ね、みんなに聞いてほしい出張の話を。出張の話、まあ、そう最近出張送ってさ私もっこしで出張先はさ、群馬なのよ、もうね、岩尾の気配をすごいね、いろんなとこ行くたび感じる、感じるかな、そんなにそんなに群馬の人に何かじゃあ有名 なんかスポーツ選手誰ですかって言ったら岩尾って言う人いるでしょう、もういるかな、そんないる、いや館林とかそこら辺界隈はもうみんな岩尾って言うよ多分、そうだって飲食店にも岩尾の名刺があるもんということでね、まあね出張行くとねやっぱご当地のねものやっぱ食べたいじゃんね、わかるこの気持ち、まあ、もう、ね、まあ、特別のね特別な感じのもの食べたいよね、せっかく行ったら、そうそうそう、しかもほらそう最近一人だからさ、一人で行ってさ、やっぱ行っちゃうよねラーメンショップ、いや結局ラーメンショップなのねご当地だけど、まあ確かにご当地のラーメンショップ、なんか味は違うって言ね、うのもっこも言ってたけどさ、まあ、でもラーメンショップなんだそう最近ねニューラーメンショップとラーメンショップの違いがね徐々に分かるようになってきたから、みんないつか配信で熱くラーメンショップについて語ろうじゃない、はい、ということで、いや多分それ流行んねえぞえラショラショ流行んないちょっと分かった俺分かった、もういいや、チャンネルの何ヘッダー、ラーメンショップっぽくしとくわ、にゃんにゃんチャンネルうまいうまいみたいな、うまい早いみたいな、そんな感じに書いとくから、赤に白字で黄色の文字でね横にうまいって書いておくから、はい、冷めてますね、はい、はい、ね次の参戦予定はね、まあ、スタジアム行きたいとは思ってるんですけど、さすがにね広島までは行けませんので、ちょっとまあ告知するときは皆さん覚悟してくださいということで、ぜひぜひねまだ始まったばかりですが高評価とチャンネル登録の方をお願いいたします。もう今日はもうテンポよく進めていきますんで、私もう並々ならぬね決意がありますよ今日、はい、ということで、まあ、特にね理由はないんですけど、はい、ね、もう次週と言いつつね自月になっちゃってるんだけど、お便り募集です、はい、ということでこのアジアではスタミナコメントと称して皆様の、ね、コメントをね大事に大事にね取り扱いさせていただいて、もうほんと2人でねこうなでなでしながら読んでいくので、毎週ねお題出させていただきますので、ぜひぜひコメント欄に、お願いいたしますということで、今週のねテーマはどこよりも早いファーストゴールは誰だということで、浦和レッズ今シーズンファーストゴールは誰よと、でこれね問題は、多分ね皆さん答えやすいと思うのこれだから、ガンガンね書き込んでほしいんだけど、これね万が一ね当たったらねどうしようみたいないやそういう、当たったらなんかくれってみんな思う別に思わないんじゃないかな、じゃあワンチャンね、まあなんだろうな、なんか一緒にゲームでやりますっていうぐらいスタジアムで握手でもしますかみたいな、あいや多分ちょっと握手はちょっと向こうからお断りふざけんなよむさ苦しいわこいつらってはい、ということでね、まあ皆さん気軽にね答えちゃってくださいよ、まあわかんないですよ、だから誰かな、誰なんだろうね、楽しみな、ワクワクしてきた俺、まあ可能性高いのはさ、センターフォワードだよね、やっぱりね一番ゴールに近いわけだし、まあでもこれはね一番オッズとして高いのはショルツの PK でございます、はい、今のところまだまだ2023引きずるね、ちょっとまあオッズ高いんじゃないかショルツの PK、その次もう次っていうのがイメージできないもんね、去年の感じからするともっといるじゃん、オッズの高さで松尾とかさ、
チアゴサンタナとかさ、ああま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 あ決めそうじゃないね。マツオがこう切り込んでいってペナナイ倒されてショルツビいける結局ショルツかいってそう、はい、ということでね、あのぜひぜひ皆さん、あの妄想、うん、妄想、あ、妄想も添えていただけると嬉しいです、今みたいにね、うん、あ、 でもさ、わかんないじゃん。でもさ、 PK ショルツって言うけどさ、サンタナも PK 蹴ってたでしょ、うん、どっちが蹴るのかもまだわかんないからね。そうね、サンタナの PK ってなかなか独特な感じだった記憶があるんですけど、まあ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 、まあ、ちょっとね、どうなってみるかわかんないんで、うん、はい、いや難しい、 PK 強奪もあるかもしれない、うん、PK 強奪からの外すんかい決めるんかいが出るかもしれないからねいやまた分かんない、コオロキさんもやるかもしれないしね、もしかするとね。ああそうだね、うん、とりあえず行ってっときたい、ね、そう、監督が変わったらもうね、もうみんなもうよだれ垂らしたよのPK 切ったほうがよかったまあ言うてショルツ外したっしょみたいなでもなんかちょっと待って、もう PK の話になっちゃってるけどね今ね。うん、あ、そうだね、あのいいんですよ、綺麗な綺麗な流れが一番理想ですよ、当然ですけど、うんうん、はい、まあね、でもここら辺でね、吉尾とかがズバッと、あのもしね開幕戦とかで決めたら、それはもうあれだよね、もう勢い乗れるんじゃないかなと思いますけどね、正直、うんうん、はい、ということでね、あのまあ、今週のコンテンツなんですけども 100% 裏として特集ザイオン、もうザイオン、ザイオンだよ、うんうん、まあちょっといろいろねありますんで、ザイオンをで取り上げさせてほしい、うん、はい、戦わない でその後、そうレディースのね皇后杯決勝へっていうね、うん、あれね、うん、すごく、まあいやちょっと待ってろあとで、ね、すごかったね、うん、すごかった、あ、うん、そう、はい、であとはね、あの STVV、 まあ、あのシントトロイデンですね、は正解ルートっていうのを書かせていただいてるんですけど、はいはい、それと合わせて北関東連合解体のお知らせをねしなければいけません、はい、で、ですね、続いて、ロングスロー、ロングスローは戦術っていうのと、あとテクノロジーの方はついにハンドマンのサポートっていうね、こちらで、行かせていただきたいと思います。はい。はい、ということで、まずね、うん、裏はよ、はい、これは裏を取り上げるチャンネルなの。わかる、うん、キャベツさん。ラーメンショップじゃないよね。うん、そう、ラーショップじゃない。うん、これだけ散々語っといて。ね、うん、そう、決してネギチャーシューメンを語るチャンネルではございません。うん、勘違いしないでみんな、うん。ということで、あのね、いよいよね、新体制発表、親友には大好評。代表級の選手たちの加入と、もうね、いつになく期待感が高まる今シーズン立ち上がりの裏は、もう今もうここよ。なんかこうなのか、こうなのか、もうさらに上がるのかっていうところなんだけど、まあ、例年にない、もう勢い。ということで、うん、シーズンチケットの売り上げも好調と、うん、まあ24年始まったばかりだけども、正直、うん、まあ勢いね、うん、言わせてもらう。うん、あります。はい。うん、浦和の勢い、あります。ということでね。うん、はい。そんな裏列にね、関わらず取り上げていきますが、現在ね、日本のサッカーはね、日本代表アジアカップがメインでございやす。うん、はい、うん。でね、まあ、キャンプの話題とかもありますけど、我々ね、あのバンキシャでもなんでもないので、なんでもないですね。キャンプの内容は分かりません。はい。うん、はい、でね、裏にね、関わりのある選手も多く参加していますので、まずはね、アジアカップの話題からいきたいと思います。ということで、はい、特集、うん、ザイオン。はい。まあね、正直ね、うん、すごいね。うん、日本ニュースマークザイオン批判、ザイオンと浅野、あ、あの左足のやつをシュートして枠を大きく外したシーン、そう、イラク戦で、そう、あ、まあね、あ、いろいろ、まあ、うん、まあ、多分主にこの2つと菅原サイドの脆弱性のこの3つが、あの叩かれている。うん、いや俺もその X で基本情報を集めるんだけど、まあレッドサポーターの人しかほとんどあのフォローしてないから、で出てくるコメントでそんなにね出てこないんだけど、でもやっぱザイオンに対する批判みたいなやつは、そのまあほとんどの人が、 俺がフォローしてる人がザイオンを擁護してるっていうシチュエーションなんだけど、その批判するのはどうのこうのっていうので擁護してるっていうので目に入ってくるんだけど、それでもやっぱ目に入る、それぐらい批判、やっぱ批判されてるんだなって俺が分かるぐらいあるよね、うん、いやだからさ、あのこのそもそもそのなんて言うんだろうな、まあ、ザイオンってまだ若いじゃない、何せ、うん、うん、そうね、でそもそも育てたいっていう気持ちもねあるとは思うし、う
だから果たしてその日本代表という場で育てるっていうのが正しいのかっていう、その疑問も多分あるのはあるし、で、そのね、その事象が叩かれるべきものなのかっていうのと、あの果たしてその擁護って、まあ今この場では擁護って言わせてもらうけど、その正しいさ批判もあるわけで、その擁護するだけが全てなのかなっていうのを、僕はね、あの基本的にはもうこれ発信してますけど、あの発信しない派なんで、その X を見てて、果たしてこれは批判の範囲なのか、ほら期待もあるじゃない、やっぱりザイオンって、ポテンシャルが高いだけに、だからそのどう超えたものでも なければ、そのこういった選択肢があったんじゃないかとか、そういった論議はありなんじゃないかなとも思ったり、っていうことで、ただ今どう超えている、あのね、状況でね、批判がね、でそれがね、あのまずベトナム戦の、コーナーキックの流れの、弾いて相手に押し込まれたシーン、あれが一つ、2失点目かな、そうで、もう一つは今回のイラク戦の1失点目、パンチングで弾いて、フセインがヘディングシュート、そう、外に出せず、ペナルティ外にも出せず、中に弾いたってところに相手選手がいたというところで、あの批判の対象になってます、事実は、でこれね、でも俺もベトナム戦の件はね、ちょっとやっぱり見ていても、キャッチングできたんじゃないかとかやっぱり思っちゃう、どうしても、そうだね、もっこ最初ポジショニングっていう話はしてたじゃない、ポジショニング俺はそんなにひどいとは思わなかったんだけど、ちょっと反対方向にステップ踏みながら、だから、あれぐらいになるのかなって思ったけど、シュートスピードがあんまりね、速くなかったから、あのシュートスピードだとキャッチングなのかなって答えはいうふうには思ったけど、悩んだんだろうな。で、そのイラク戦の方に関してはさ、俺もうさ、どちらかというとこれはさ、正直特定の選手をどうこうっていうのは俺なくて、ディフェンスがそうしてひどかった。で、あの失点はともかく、失点以外のシーン、ディフェンスラインが揃っていない、そこが問題で、どちらかというと失点よりもそれ以外のチャンスを作られた方が日本代表にとってはよほど問題だったんじゃないのって俺は思う、で、当然ね、あれだけサイド崩されたら、でみんなボロっちゃったし、もうマークにつけてない、マークにつけて人は十分足りてるのに、スペースだらけでしたし、だからどちらかというと、あの日本代表 の守備組織全体の問題だと私は思いました、このイラク戦はね、普通に負けた、シンプルに、そうね、まずそこもあるよね、イラクが、強かったっていう部分もまずはあるとは思うんだけど、なんかゴールキーパーだからさ、菅原の批判も含めて、なんか一番考えなきゃいけないのは、そのモッコが言ったそのやっぱ日本代表っていうのは成長させる、選手を成長させる場なのかどうかっていうところ、っていうと、あとはこのアジアカップっていうのは最終目標なのかっていうところもちょっと考えなければいけないのかなと思って、そこをやっぱワールドカップっていうのが全てだっていうふうに考えるのであれば、やっぱザイオンは使っていくべきだろうなっていうふうに思うんだよね、ある程度そのミスがあったとしても、で菅原においても同様で、なんかそこがなんか統一されてないだからこそ議論がなんかごちゃごちゃになってるみたいな部分はあるのかな、一番今ね、結果も同歩とも選べるのがベストなんだけど、でましてやこちらグループリーグだし、なんなら3位抜けも可能っていうレギュレーションの中、使わない手はないかなとはちょっと思っちゃうよね、アジアカップ舐めてるわけじゃないけどね、ここしかないんじゃないか、やっぱ次のパリ五輪もあるし、相手もさ、あのグループリーグさ、モチベーション高いじゃない、やっぱ
舌は吹かせてやろうと、うん、そうそうそう、その強度の相手と戦えるってすげえ貴重な場だから、うん、まあ次でもどうなんだろうね、森谷さんがどう取る、どう動くか、動かねえんじゃないかな、気になる今までの感じだと。いや動かなければ、うん、まあいいと思う。で動いて変える、まあだから監督の権利だからね、うん、そこは何とも言えないけど、変えるってなるのもなんかこうもやっとはするよね、ここで変えたら、うんうん、まあそのディフェンスラインをもう一回整理するっていうのは必須だろうね、うんうん、確かに。あイラク戦で、あのなんだっけ、俺ごめん今名前出てこないんだけど、ディフェンスの川崎だに川崎にいた人、あ谷口、谷口、そう俺谷口好きなんだよ、うん、あのビルドアップのそう、なんかイケメンだしまずねいやそれは関係ねえよ大事大事顔で選んでんですかって批判コメ来たらどうすんだよあごめんなさい失礼いたしましたいやビルドアップうまいし、はい、で、うん、ヘディング強いしって思ってたんだけど、うん、まあフセインにはもうずっと負けてたね、うん、で板倉は勝ててたと思う、189板倉、うんうん、は勝ててたと思うんだよね、まあ、ちょっとそこがショックで、うん、なんかワールドカップとかでも出れば戦える選手 なんだろうなっていう風に谷口を見てたから、うんうん、となると谷口を使ってる意味がなくなってくるっていう年齢的な問題も含めて、うん、ちょっとねショックだった、うん、いやだからね冨安がねその後出てきたけど、あれはなかなか本人もショックだったよね、後半立ち上がりからだからディフェンスセンターバックでねその時間に交代って、うん、まあ明らかにねまあまあまあその出来がいい悪いっていうより対応できるできないっていうか相手との相性とかもあるからね、なんとも言えないけど、うん、でもその後もまあ、板倉がその後はメインで、まあ、ついてたとは思うんだけど、人に行き過ぎてね、その分ディフェンスラインが乱れて、そのうまいこと、うんまあ、中央行かれたよね、ナス、うん、ガンガン取るんだもん、うんうんまあ、ボランチの方の問題もあったのかもしれない、うん、森田がね、なんか俺にはちょっと引っかかったけどね、うんうん、なんか、その菅原とかは、まあ、ちょっと、うん、まだまだこれからなのかなっていうようなところが。うん俺の中にはあるんだけど、まあ、森田はかなり代表に入ってもう仕事をすごくこなしているから、なんかもうちょっと戦況をなんかこう変化させられるような、うん、そのコントロール、ね、ゲームをコントロールさせられるような動きができたらよかったんじゃないかなって思うんだけど、うん、でも田中碧はいないしもんね、まあそうだね、入ってないから、まあ、ちょっと選択肢として、うん、じゃあ佐野使うのかとかっていうところで、うんまあ、難しかったのかもしれないけど、うんまあ、経験値とかそういったもので見るとね、やっぱなかなか指揮官としては勇気がいる選択だよね、まあ、うん、駒としてはあるんだけど、うんまあ、まあ、あれだね、うんあのうん、あどうぞ。バランスを見て作ってるんだとは思う、その、うんチーム自体もやっぱ年齢バランス考えて作ってるし、うん、この大会っていうのの目標は多分優勝で、うんまあ、グループリーグで、うんまあ、負けることがあろうが目標は優勝でっていう風にやってるから、うん、なんかそこら辺はに俺は疑問はないし、なんかすげえじゃんその元サッカー選手とかのさ記事とかでさ森保に勝つみたいなさ、負けてどう思うみたいな。そうですね。そうですね。私が言ってるのはその方ですね。うん。ドラゴン久保の方がなんかちょっと面白いよ。あ、そう。読んでない。記事は。面白かった。面白い面白い。なんか飲み屋のっちゃんって感じ。なんか、もうちょっと冷静にさ、なんかちょっと、ね、中間の人欲しいわ、うん、だから記者とかの人ってさめっちゃ冷静に分析してさ、うん、書いたりするじゃない、はい、で元サッカー選手の人ってめっちゃ情熱的にさ、うん、モチベーションみたいなところを書くじゃない、うん、その中間が欲しい、うん、でもそれはいやあのインプレッション稼げませんから、その中間の人は中途半端なね、もう需要がないんですね、そういうところには。そうそう、うん、まあ仕方ないですね、これネットメディアの宿命でございます。俺なんて朝からもう大久保嘉人さんがゴルフやってんの見ちゃったよ、うん、今日 BS で。あんまうまそうなイメージねえけどな。いやまあ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 うまかったよ、シュッて、あそうなんだ、コンパクトにシュッてやって、なんかサッカーの時と違ってね、ちょっとね意外だね、頭を使ってやってるっていう、うん、やめなさい
はい、ということでね、まああのザイオンに関してはね、あのもうこう僕らはね応援、もう応援です、それしかないっていうか、あのでなんかさ記事にさなんかこう謝罪みたいな、なんか反省してとかさ言ってたけど、ダメだよザイオン、そんないいよ、そんな謝んなくて、誰に謝んだよ、意味わからん、やっぱゴールキーパーってもう自己中でいいと思う、だってあなたの後ろには人はいないんだから、こうディフェンダーのせいにすればいいよ、こうでキャベツさんはねゴールキーパーさ、やってたじゃん、ちょっとね、ちょっとだけ、そうそういいよ、もうディフェンスのせいにした方がいい、強気でいこう、だからちょっとあの権田さんあたりにちょっと意見聞いた方がいいと思う、少しエッセンス取り入れた方がいい、正直、背負い込みすぎてる、まあこれからなんだろうな、だって今シーズンからだよ、シントトロイデン で、まあね、で試合出られるようになったのさ、まあやっぱりね、あれだよね、やっぱ東口だの西川だの入れた方がよかったんだよ多分、一人、うん、入れてどうすんの、だ出すってこと、そうじゃなくて、いや違う、ケア、精神、そうそう、なんどうあるべきかみたいなところをさ、東口なんてすごいじゃん、あの昔ガンバのさ映像とかあったけど、何回やられんだよみたいな、あのぶち切れてて、あれがあるべき姿だと思うぞ正直、いや俺怖いゴールキーパー嫌いだから、ね、俺だからそう西川君大好きだもん、あそうなんだ、まあスタイルですね、ということでね、まああの大丈夫ですだよ、あの絶対ごとですから、はい、僕らの言葉も含めてね、あの気にすることはないと思います、戦ってるのはザイオンだし、守ってるし、あのつなげてたのは収穫だと思うぞ、イラク戦、いなしてボランチに、なんかドキドキするとか、そういう書き込みあったけど、結果そこ取られて失点とかしてねえし、カウンターも食らってねえんだから、俺ザイオンのインサイドパスの強さとかでびっくりしちゃったもんね、なんかそれだけ、ね、あれだよね、それだけ見ても全然違う、中央につなぐパスなかなか良かったよね、なんか優しくボランチに縦にね、冷静に空いてるっていうところをしっかり見てね、なんか怖がらずに出してたし、まあなんか 中距離長距離はもうちょっと欲しい気はするけど、精度が、まあなんか短距離だけの話、あれだよ、テレビで見てるとき俺は、引き寄せすぎだよってあの思ってたけど正直ね、まあそういうメンタルは持ち合わせてるとザイオンさん、そうね、そう、まだまだもう世界のザイオンになりますから、あの、もうしばしお待ちよって感じ、でよ、はい、でよ続いて、浦和レッズレディース皇后杯決勝へということでね、レッズがねサンフレッチェ広島レイジーナと対戦して2対2で迎えた延長前半のね開始直後に、まあ相手にね、ゴール取られましたが、延長後半にね同点に追いつき、なんと PK で決勝に勝ち進みました、おめでとうございます、っていうか、あれ猶本のあれやばかったな、試合見た、いやもう女子とか男子とか関係なしにさ、あれすんまかったな、いや俺あの前半しか見れなくて、実は後半と延長見れてないんだけど、いやもう猶本のやつ見た瞬間、うまって言って、で隣に嫁いて、嫁にこれすげえぞって言ったら、わあうまって言って嫁も驚いてくれたから、あれはもうサッカー素人でも驚くうまさよ、そう、いやすっごいってね、このトラップっていうか、ボール浮かせて相手の逆というか相手を釣って、で巻いてファーのゴールにね、そう胸トラからあれ左足だからね、左足でリフティング逆方向を右足で押さえてシュート、でもその一連の流れのスピードがさ素晴らしいのよね、ポン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 っていうさ、そのイメージがなきゃできないプレー、あれは男子超えたんじゃねえか、なんかいや超えてる、じゃあびっくりしたんだから、あんまりね正直レッズレディースの試合は見れてないんだけど、なんかあの試合見てると、その他のシーンでもなんかところどころなんかこういうここの場面って男子より上手くねえかっていうのちょいちょいあるんだよね、なんか男子より上手くねえかっていうか、なんか
男子にはない感覚持ってるなみたいな人がいたりとか、うん、まあなんかな、まあ直本やっぱり左右ボール蹴れるし、うん、もう清家のフィジカルとかなんか俺見ててあすげえすげえなと思って、もうこう俺ちょっと清家のユニフォーム欲しくなっちゃったよね。いや見応えあったよね、まあとにかく、うん、だから、まあ、これさいい機会だからさ、いやよし国立かなと思ったら違うんだよね、大阪っぽい ね、 ねこれ決勝ね、はい、そうなんだよね、国立とかサイスターとかだったらねこのよかったんだけど、保護杯を埋め尽くすレッツサポーターっていうのもなかなか、なんか絵としては正直、うん、でもね面白いから、なんかちょっとこれテレビでも多分やってないと思うんだよね、 NHK ニュースとかやってるかもしれないけど、あれもっと出した方がいいと思うんだよね、露出が足らんよ、あれは素晴らしいゴールだった、うんうん、あれだからさ、ね、そう思ったんだよ、うん、この試合がだからさ、うん、もしダゾーンでやってたらさ、うん、どうなのって、うん、ダゾーン今さ、そのねあれがお月謝、お月謝が上がってさ、そうそうそう問題になってるわけじゃない、うん、だけどもしこれダゾンで見れてたとしたら、うん、なんかあのリプレイシュートのリプレイ動画とかが、うん、ダゾン公式でバンバン流れてみたいな、うんうん、あなんかやっぱいい面もかなりあるよなと思って、うん、ダゾンを使うことによる、そうね、だからなんか惜しいよね本当に、いやなんとかして、あのまあ、もうニュースで取り上げてくれ。うん、いや、あの、今日さ、俺も、まあ、ルーティーンでさ、サンデーモーニング見たらさ、失点心拍やってて、中西さんが悠々として語っててさ、違えよ、語ってた。語ってスポットをついてますって言ってなかった。うん、いや、いや、まあ、サンデーモーニングまだお前見てんのかって話かもしれんけど。もっこ嫌いな、ね、嫌いなのに見てんでしょ、そう、手震えちゃうのよ。なんか6をね、押したがってんの、手が。あの怒りたいんだ、見ながらね。そう、9時ぐらいになってね、6を押したくなっちゃうの。うん、でももう相変わらずあれ悔しいよね、あの関口さんだっけ、あの人がさ、あの人のサッカー知らないんですっていうやつさ、うん、人間知れよって話しない、ね、もう何年やってるんですか、本当それだよ、サッカー知らないんですけど、あ野球ならわかるんですけどとか言ってさ、また野球を知れやがったって思って、もう、ね、いや大して野球も知ってねえよな、そもそもそう、なんかね、何だろうねあれね、なんか本当ね、あの公共の電波で流してるのが不思議だよね正直言うとね、うん、でなんかちょっと言葉慎めよって思うかもしれないけど、でもうその結果全然知らないあの野球の上原さんとかがサッカーのフォローし始めるっていうね、あの得する人が一人もいないコーナーっていうね、あのなかなかあの見るな、貴重面白いね、流されるスポーツも損するし、あのコメンテーターも損するしっていうね、なかなか軽有なね番組でございます、まあ、バラエティ番組ですねあれはね、まあ、そうね、バラエティ番組ということでね、あの女子ぜひぜひ、うん、栄冠をね手にね、うん、男子は煽ってください、もうこれでもさ後半はどうだったの、はい、てか戦況はどうだったの、俺は前半見てる間はさ、うん、いや強えって思ったのよまずレッズ、うんうん、でまあそのゴール前に持ってかれる時の怖さはあったけど広島にね、うん、だけど、うん、もう基本的な技術みたいなところはと、うん、技術連携全部レッズの方が上だなと思ってたんだけど、うん、なんか結果3対3まで、うん、延長までいっちゃったんじゃん、なんかあったの、ね、なんかあったの後半とか、いやなんていうか、まあ、別に普通にな試合展開ですけどね、なんていうか、うん、とりわけ何かこう大きな変化があったっていうわけでもなく、うん、自然な暇、まあ、疲労はあると思うけどね、うん、なんか別に前半が格別よかったとか、うん、そういうこといやそうだね、まあ両チームそんなに力の差はなかったってこと、うん、そうだね、うん、レディースはリーグ2位だもんね今ね、そうだね、うん、だからちょっとね男子も秋春戦になっちゃうから、うん、なんかこうねこの WE リーグのね、うん、
なんかこうメリットし段しかない時に試合あるとかっていうのが、うん、だからそこら辺がね今後どうなっていくのか分かりませんけど、もう少しねブランド価値を高めてね、まあ、見たくなくても見るぐらいのね感じに成長していってほしいですね、はい、うん、女子の方も、うん、一つの方法としては、はい、俺が言えるのは、うん、今レッズレディースは強い、うん、勝ち試合が見たい見たいんならレッズレディースを見ろ、うん、これですシンプルだね、うんうん、そうだね、同じ列ですから、はい、うん、はい、でね続いてです、一回ねスタミナコメント挟ませていただきますね、はい、はい、今シーズン相手選手、今シーズンね、昨シーズンですねもうね、はい、これ上げたの12月でしたので、23年シーズン相手選手で誰が一番厄介だったというのをね募集かけさせていただきました、はいはい、どこでもドアさん、今シーズン厄介な選手は福岡の近野選手と、広島の加藤睦月選手です、うん、以前は大分の町田選手や名古屋の前田選手が裏切るの印象があります。この選手たちの共通点は全員埼玉出身です。埼玉出身だと裏相手に燃えてしまうんですね、わかります、憧れのチームですからということで、本当ね、埼玉出身者本当にねすごいよね、裏列で活躍しますよね本当に、裏列戦でね、その そう埼玉出身なんだよね皆さんね、うん、気になって調べるとね、うん、そうでも俺あれ あのネタが結構好きなんだね、うん、前田選手裏列に 4点ゴールしたんで、次は1試合 5点ですよねっていうの、うん、そう、あれ面白いんだよな、うん、だからレッズに相手に4点決めたんだが、うん、レッズに来たら相手に5点返すっていう、そしたらもうみそぎですねさ、もうそしたらもうめっちゃ愛されるでしょ、いや、ね、ぜひ狙ってほしい、最悪、うん、最悪4ゴール取って、まあ、最悪オンゴール1点取っても全然お釣り来るからそれで5でも構わんです私、うん、まず4点からスタートですかそうですね、うん、大好き、まあね、やっちゃってください、ウルトラマンだったかな、なんだろう、なんかやってたよね、決められた時、ね、なんかやったな、パフォーマンス、うん、そうそうそう、お釣りちゃったな、うん、やってたね、そうなのかな、うん、で続いてね、ママワンコさんも厄介な選手は福岡の近野選手で、うん、団体としては日本サッカー協会ということで日本サッカー協会、まあどうなんだろうな、俺はなんかちょっと J リーグの方が今あんま好きくないかな、好き嫌いで言うと、うん、もうね、去年からずっと引っかかってる俺、作品っていうチェアマンの言葉が、うんうんうん、連発してるっていう、午前試合かよと、うんうん、そうそうそう、誰のためのよと思って、うん、その、うん、ちょっとね言葉考えてほしい、うん、うん、僕らはあなたの作品になった思いはないっていう話ですね、うん、まあ、言葉って大事ですからね、そう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 、うん、気に入ったのは分かったけど、もう別のに変えてください、うん、で続いてね、白黒赤井さんですね、試合の時期にはちょこちょこお邪魔させていただいていましたが、週刊にゃにゃという枠では確かにお久しぶりです、前回のスタカミを読み上げていただいた際にそういう時期もあったなと問い目になりましたということでまあVR 下手すぎ問題のね、まあ、先週ね、あげたんですけど、VR 下手すぎ問題、先月、うん、ですね、個人的には大阪のオフサイド見逃しよりも、臨戦がペナルティエリア内で後ろから抱きかかえられたシーンをスルーされた方が衝撃でした。あのレベルの反則の判断をビデオでアシストできないレフェリーの存在意義って何と思いました、中村さんでね。お二人がおっしゃるように、日本独特の審判員の人間関係上の忖度が改善しているのでしょうね、VR 以前の誤審よりも、今の誤審の方がストレスを感じるのは私だけでしょうか。ということで、今シーズン厄介だった選手、多くの方がコメントしていますが、福岡の近野選手が、強烈に印象に残っています、打ち手埼玉出身の相手選手にやられるパターンが多すぎますということで、うん、そうね、この VR の件に関しては、うん、まあ、確かにね、ストレス増したね、うん、ああそう増した、 VAR がある分、うん、そこを すり抜けてった誤審って、うん、結構なんかストレスするじゃない、運用とかさ、そういうのでなんかすり抜けてったパターン、まあまああるけど、でも、うん、いや蓄積は減った、確かに蓄積はね、うん、え、これそれって、え、 VR あった方がいいかないかっていう方がいい、あるかないかっていう議論ではなく、うん、ストレスがあったのはどっちかって話じゃない、 VR が、いや、その誤信があった時の許せない度って感じじゃない、誤信があった時の許せない度、うん、まあそれはね、 VAR っていう安心感があるからね、そうそう、うん、うん、でもその分振れ幅よ、うん、
でもこれ VAR はだからない、だから女子はないんですよね、うん、まだないね。だから高校サッカーとか女子サッカーとか結構見た方がいいと思うんですよね、やっぱ VAR な、この今白黒赤井さんは VAR を批判してるわけではないと思うんだけど、うん、そうだね、うん、VAR を批判、ま、未だにまだちょっと疑問を持たれてる方がいれば、やっぱちょっと見た方がいいと思うんだよね。俺今日レッズレディス押しすぎ押してるってどういうこと、あのない方がいいっていうこと。いや違う違う違う、いや、女子サッカーを見ながらってこと。そうそうそう、比べられるじゃん、うんうん、あ、まあ、ね、でない実でもいいんですけど、まあその古き良きっていうわけじゃないけど、そういうなんかゴールの入ったシーンとかで誰もオフサイドの文句を言わないとかはい、はい、そういうなんかサッカーの根本が違うから、根本っていうか、うん、まあ違うから、なんかそういうのが嫌だっていう人がまだいるのであれば、ぜひ女子サッカーを見るべきだと思うんだよね。うん、ね、やっぱ審判もきついよね。ある試合とない試合が混在してるから、うん、そこが一番きついと思う。まあね。正直。うん。うん、あの審判側の意見からすると多分。うん、あのでも多分その土曜日 J2 でやって日曜 J1 ですみたいになったらもう最悪だと思う。うん。うんうん、まあ多分女子の審判もかなり増やしてってるのかな、うん、この少なくともこの皇后杯はあれだったよね、女子の審判の方だったよね、うんうん、そうだね、うん、ということでね、あのまあ今シーズンも楽しみましょう。 VAR をきっとね、あのフィードバックしてもっとスピーディーになってると期待してますんで、はい、そうだね、で続いてね、うん、キングストンさんはアルアハリ戦前に送っています、今年を振り返ると10月までは希望しかなかったです。11月で、ルヴァン、決勝敗退、リーグ3位キープ、できず、4位交代、来季 ACL 逃す、 ACL グループリーグ突破できず悔いが残りますねって、ことですね、2人に質問なんですが、この3つの中で何か1つ選べるとしたらどれを取りますか、来季は、川崎、マリノス、神戸、広島、過密日程なので有利ですかねということで、この3つっていうとルヴァン、リーグ3つ、ごめん、どういうことだろう。たぶんまだ日程的に終わってなかったとかかな、まあまあ、うん、あ、そうだね、22日だから終わってなかったね、うん、だからグルそっか、失ったものね、何か一つ取れるとしたらどれを取ってましたかって話ね、はいはいはい、リーグ3位をキープするか、うん、ルヴァンを優勝するか、うん、だからルヴァンを優勝するかリーグ3位で来季の ACL の出場権を確保するのか、うん、あのグループ今シーズンの ACL のグループリーグを突破するのかの3つだね。はい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 、そうすると俺は ACL グループリーグ突破だったかな。俺もそうかな、うん、だって結果的によ、結果的になんだけど、うん、勝てば突破できてたんだもん。うん、まあでも、正直有利な条件、ね、でもちょっと待ってよ、リーグ3位キープもかなりでかいな。目の前まで来てたよ、あの残り何分ぐらいまでは、あの3位だったよ。荒い。なぜ決める。うん、そうね、まあまあ俺は ACL だな、やっぱ。うん、俺3位キープ、うん、これやっぱこのグループリーグ取れなくてもやっぱ本当に出続ける、このだからリーグは優勝を、うん、狙い続けるのがもうクラブの目標なわけじゃない、うん、毎年優勝を争うチームを作るっていうのが目標なわけだから、まあそれに付随してると思うけど、毎年 ACL に出場するっていうのがレッズの目標じゃないですかね。まあ、あれだね、まあ、ここはもう白黒ね、つけましょうよって話で、開幕戦でね、広島さんとできますから、何せ、うん、これでもう、鬱憤をね、あの開幕戦で晴らさせていただきますよ、新スタジアムでね。なんかいろいろありますよね、広島さんともね。うん、いや、まあ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 、ね、気持ちよく戦わせていただきますよ、新しいスタジアム、新しい芝で躍動する裏はレッツと、もうね、素晴らしい。うん、いい景色だ。はい、で続いてね、はい、あいうえお太郎さんですね、こちらの福
福岡のサポーターさんなのかな、わかんないけど、うん、星の位置は大きさ位置は、これあの福岡さん の, あの星が、うん、ユニフォームねのここについてたっていう話ね、あの今シーズンね、ちょっと横にそれて、そうそう、はい、ここじゃない、ここじゃなくてここだったっていう話、うん、いやちょこれ、まあ、取ると思うんですけどであの大きさ位置をシミュレーションした結果、選手たちの意見も加味してその位置に決定したらしいですということで、選手が言うんならねもう間違いないでしょここで、うん、でもね、あの移籍してったやつらだったらねあれだけどね、山岸選手がここがいいでしょとか言ったら、ね、もう不吉の星になっちゃうからちょっと誰の意見かは議事録をね、あのぜひ確認したいね、はい、でマメゴンさん、月刊にゃにゃお待ちしておりましたということでね、ありがとうございます、あの月刊ですね、もう紛れもなく月刊ですね、週刊です、はい、言い続けましょう、はい、週刊です、はい、で、そうそう、月号だったのよ、ん合併号ね、よくあるじゃん、年末ぐらいになるとあのジャンプ合併号になっててさ、別にそんなにボリューム増えてねえじゃんみたいなそういう感じ、はい、で左サイドハーフさん、我々リーグのヒールではなかったのか、自虐、早くヒーローになりたいということで、もうね待ってます、あのもうすごい裏の男たちがもうすごいもう目チブしてたもん、みんなだから広島戦やっちゃおうよ、裏は空気読めねえなみたいな感じでさ、うん、そうだ ね、うん、こけ落としさせてやろうよ、まあそうだね、うん、もうということで、あの皆さんありがとうございます、はい、ということ で、来週はどこよりも早いそころは誰だで募集かけさせていただきます、よろしくお願いします、はい、ということで、まあね、もう戻りますということで、J リーグネタというか、まあ、日本のサッカーにかかる話題ですね、シントトレーディ移籍はいいことということで、岡崎選手が、インタビューに答えたのが、ナンバーウェーブですね、1月20日に、出ていましたということで、まあね、まあ、北浦レッズね、北関東連合もね、解散しました、はい、ということは、まあ、小木と、ね、秋元選手が移籍して、まあ、秋元選手はね、ベルギーリーグに行くんですけど、で、うん、秋元選手のベルギーリーグ、三沢選手がね、いるチームに行くということで、まあ、これ、うん、なんかちょっと関連してるんで、まあ、これ取り上げさせていただきますということで、まあ、あの2017年に日本企業が経験を取得して以降、多くの日本選手を獲得してきたベルギーリーグのシントトロイデン、遠藤航選手、鎌田選手、冨安選手といった選手たちが、このクラブをね、ステップに4大リーグの強豪に羽ばたいていきましたと。で、10年以上にわたってヨーロッパでキャリアを積んで、2022年夏にですね、シントトロイデンに加入した37歳の岡崎慎司選手ですね、契約免除したようですね、日本人が周りにいる環境をどう感じているのかっていうのをね、ナンバーウェブさんがね、記事にしていただいて、これ、皆さん見た方がいいです。ちょっと面白かったんで。はい、で、岡崎さんのご意見なんですけど、うん、まとめて言うと、日本人選手はもっとシントトロイデンを活用すればいいというようなご意見です。はい、うん、で、当時ね、岡崎選手は苦労するのは当然で、これを克服しないと成長できないと思っていた。で、そういう環境に飛び込むことが挑戦だと、考えていたと。でもヨーロッパに来て10年以上が経った今思うのは、別に苦労する必要もないのかなということだそうです。で、やっぱ外野はね、やっぱまあ腹なんて言うんだろうな、ちょっと外野です。やっぱりヨーロッパ行って、まあ一人で頑張って、なんていうかこう選手になるっていうのを勝手に想像してんだけど、そんな必要性はないと、うん、うん、っていうことです。で、結局ね、最初はね、こう懐疑的だった、その日本人選手が多くいる環境に移籍するっていうのは懐疑的だったそうなんですけど、実際ね、シントトロイデンに入ってみると、居心地は断然にいいと。で、これまでずっと一人で戦ってきたので、まあ、すぐに日本語で会話できたり、価値観を共有できる日本人がたくさんいるっていうのは不思議な感覚であったけれども、どんなくらいでもフランス人はフランス人で固まるし、ブラジル人もそうだということで、まあ、最近はアメリカ資本のクラブがね、アメリカ人選手獲得するっていうのも当たり前に起こっていることで、まあ、シントトロイデンが特殊なわけじゃないというのが岡崎さんの、まあ、10年にわたる欧州キャリアのご意見です、はい、で、僕もね、正直ね、シントトロイデンはに対し移籍するのは懐疑的だった、うん、正直。どういうところで懐疑的なの、うん、やっぱりヨーロッパのサッカーに行くっていうことを決めて、その浦和レッズをね、抜けて、うんうん、海外に行くっていうんだったら、やっぱ海外のトップで揉まれてほしいっていうのを勝手に想像した。だから
あのザイオン選手の移籍の時も、いや満員に行けばいいのにって正直思ってた。だけどあの、まあ、シントトロイでね、日本人選手もいっぱいいるし、まあステップアップには最適だよねっていう話。うん、うん、やっぱ揉まれるっていうところで、より人は通して成長できるんじゃないかっていう外野の勝手な意見ですよ、私のは。厳しい環境に身を置くことが人の成長を促すんだっていう、はい、うん、自分はそんなことしてもいないのに、うん、っていうのが多分外野のご意見としてみんなそういうのだと思う。うん、いやそう、本当に俺はこういう移籍話、うん、今回の浦レッズに移籍してくる選手のことにも、うん、話になると自分と比較してしまうんだけど、うん、その俺の場合は大学院卒業して1年目に、うん、まあ、ミネソタっていうところに行ったんだよ、うんうん、でケッチョンケッチョンにやられまして、本当にケッチョンケッチョンにやられまして、俺がイメージしてたのは、言葉でうまくいかなくても、うん、ハードワークさえすればなんとか努力して自分が頑張ってる姿を見せれば、うんうん、誰かが評価してくれるって思って、うんうん、How are you っていう意味が分からずに、うん、そのまま突っ込んでったんですけど、うんうん、ダメでした。人とのコミュニケーションが取れない、取れない、うん、問題点があるっていうふうにミーティングをするのに、それがわからないようで、これから何ができるんだって、うん、何もできるはずがないだろう、次探せって言って、うん、もう8ヶ月ぐらいかなで終わったんだよ、うんうん、でまあ、結局でも優しかったから、出てく、うん、次のところ見つかるまではいてもいい、うん、いてやってもいいよって言われるんだけど、うん、プレゼントかすんなみたいな、うん、そのシチュエーションってサッカー選手で想像できる。つまり買い殺し状態よ、ね、あるでしょ、うん、そうそうなのよ、うん、うまいバーって言ったけど、まあまあ技術とか伴ってない、人とコミュニケーションが取れない、うん、で、うん、こういう風な戦術求めてて、こういう風に攻撃に参加してほしいって思ってても、うん、お前は分からないで勝手なことやってる、うん、ね、コミュニケーション取れないのにどうやって試合に出るんだって、うん、次の契約切れるまでも見てやるから出てけって言われるのよ、うん、まあサッカーに通じるね。そうなのよ、うん、なんか、まあ、うん、だから若手が海外に行くみたいなこと、うん、話が出るたびに俺はもう、うん、もう心臓がバク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 ってトラウマが、俺の中のトラウマがバク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 って出てくる、はいはい、うん、で俺はでもその次に選んだのが、まあその英語を第一言語としてない人たちのグループだったから、で、まあ、そこで5年6年間やって、うん、で、まあ、ある程度、まあ、仕事にはなったっていうところではあったんだけど、うん、まあやっぱね、日本人の人がのラボにで働くっていうのってめっちゃ、うん、なんかゴールドスタンダードで、うん、多いのよ、うん、でもその俺はそのシントトロイデンのその、うん、あのザイオンの件に関してシントトロイデン行った方がいいっていうふうに言ったんだけど、うん、必ずしもシントトロイデンをにまたいだ方がいいっていうふうには言わない理由は、うん、日本、その日本人のところに行った やつらは他のところに出ていけないのよ、うんうん、そこの居心地がいいから、でそこでも、うん、仕事がある程度できるから、うん、次のステップっていうのところが一歩踏み出せなくなるんだよね、うん、そこがまあだから岡崎さんが言ってるところと ちょっと違うところはそこかな、うん、恵まれてるんだから使えって、それ当たり前な、まあ その通りだと思うんだけど、うん、本当にそこから5大リーグ狙っていくっていうムーブができるのか、うん、代理人をうまく立てて交渉して、私はのはシントトロイデンで日本人は確かに多かったですと、ただ5大リーグと言わず私はブンデスリーグに行くためにドイツ語を勉強したんですみたいな、そういうやつが本当にいるのかどうかっていう、どうなんだろうね。もう今回ね、秋元選手がね、同じベルギーリーグの別のチームに行くんだけど、はいはい、
三沢選手がいてね、まあ、どうもあんま関係ないかな、決め手になったのか分かんないけど、なんか、あれだったね、インタビューこう出てたね、英語でね。三沢選手が英 英語で答えた。あ、違う違う違う、秋元選手が。あ、そうなんだ。なんかニヤニヤしてた。へぇ、はい。でも最近、レッツもね、そうなんか英語教育結構力入れてるっぽいし。うんうん、基本的にまあ、だんだんみんな誰でも話すよっていう感じになっては、うん、来てはいるんじゃないの、ね、英語もね奥深いよね本当に、あのね、喋る国の人によって全然違うっていうか、うんうんうん、あ、そのまあ、うん、インドの方のやつとかって、うんうん、ねまるで違うじゃん、うん、なんていうか違う、うん、困惑するよね、うんうん、まあ僕どの道英語わかんないですけど、その場のノリで乗り切ってます。うん、それが一番大事だし。多分ね、間違ってると思うんだけどね、発音とかね。まあ、ということでね、うん、まあ、だから、あの、うん、シントトレーデンに行くのは、まあ、正解ルートがいなかったのは、まあ、選手の特性にもよるんだとは思うけど、うん、現状ね、まあ、多くの選手、8人かな、今ね、行ってるから、多すぎはするかねって気はするけど、だから、あれだよね。で、まあ、今ね、ドイツに直接行くっていうのが、まあ、ドイツがね、アフリカ系の選手だったり、まあ、フランスリーグもそうだけど、っていうところで、まあ、日本人選手をね、直接取るっていうところがないようで、当時のね、岡崎選手とか内田選手とか、香川選手とかの時代は直接行けたけど、はいはい、今はどうやら行くのが、直接行くのは難しいと。ただ、まあ、レベルとしては下がってない。っていうのが現状のベルギーリーグに選手が集まる要因だというふうに岡崎さんはおっしゃっていて、でそういった中でね、まあ、ステップアップしていくって考えると、まあ、こういったね、シントトロイデンを活用するっていうのは、まあ、ありかなと私も少し思いました、はい、うん、っていう感じ、はい、どうにしてね、はい、ということで、ね、キャベツさんのありがたいお言葉がありましたので、これからね、海外行く方は聞いてください。ありがたくは、ありがたくはないし、まあ、成功してないしね。で、いや、まあまあ、でもさ、成功って人それぞれだからさ、うん、思い通りに全然行かないもん。うん、いや、思い通り行く人の方が少ないから大丈夫だ。思い通りに行かないっていうか、うん、まあ、プラン通りにやっぱね行かない、はい、その行かない、でも行かないじゃない、行かないから世の中っていうの人生って思い通りに行かないからさ、ね、うん、まあ、その時のメンタルのためにね、なんかいろいろとやっぱ、うん、にセカンドオプションサードオプションをいろいろ作っておいた方がいいんだと思うんだよね、日本に帰ってくればいいし、まあ、できればフリーで戻ってほしい。移籍金は払いたくないね。はい。間違いない。そういうことなら。うん、はい、ということで、続いてね、ロングスローは先日ということで、ザ・ワールドウェブさん1月18日ですね。まあ、日本のね、高校サッカーで毎年のように話題になるのがロングスローですと。で、青森山田さんとかがね、これらを対応して、まあ、あれかな、高円宮かな、まあ、ゴールキーパーの接触があったなかった、ゴールキーパー触った触ってないっていうので、まあ、物議を醸したのが、まあ、2023年にあったんですけど、戦術としてロングスローを取り入れるのはどうなのかっていうのが、まあ、毎年ここ最近ね冬の風物詩になってます、はい、高校サッカーとセットで、うん、でね、トップの、ね、日本代表がほとんどロングスローを起用しないっていうのもあって、やっぱそういった意見が出てきますと。ただね、ロングスローに注目したのは日本だけではありございませんっていうのが今回の記事です、うん、で、ロングスローの可能性を取り上げたのはガゼッタ・デロスポルトですね、まあ、よく聞きますイタリアの専門誌ですね。で、まあ、ロングスローを、ね、武器にするチームも増えるかもしれないというふうに見ているそうです。で、実際ね、今のセリエ A ですね、ロングスローを積極的に活用するクラブが増えていますと。で、首位を走るインテル、さらにユベントスがね、ユベントスはマッケニー選手ですね、時折ロングスローを見せてますと。で、ロングスローの可能性について今後見直されることもあるなと。現代のサッカーは細部までこだわりがあって、スローインは他のセットプレーと同様に進化し始めているチャンスの宝庫だということで、インテルはロングスローを最も頻繁に使うチームで、インテルがスローインの際にロングスローを選択する割は 39% で、ついでね、
フィロレンティーナとユベントスが 37% の確率でロングスローを選択するということです。まあ、だからのエリア別で分布は分からんけど、その記事だとね、うんうん、まあ、近いある程度近い距離ではっていうことだと思うんですけど、うん、タッチラインからね、はい、で交代枠がね5枚になってたりビハインドを打った終盤にロングスローを得意とする選手を投入するのも、悪くない選択であると。でまあ、かつてはねイングランドのストークシティの、デラップね、凄まじいロングスローね、高速球のロングスローが人気集めたけども、直接に飛んでくるロングスローへの守備対応は難しいと。で今はね190センチを超えるような、サイズの選手も増えているので、今後有効な武器となっていくかもしれないっていうのと、ここでヤフーの、コメントにありましたけど、やっぱりこのカウンターを受けるリスクが下がるということで、うん、合理的な選択肢であるっていうのが、まあ、ロングスローを対応する利点ですということで、うんうん、まあね今はそんなでもないけど何年前かな、ミシャ時代ぐらいの浦和レッズのスローインはもう下手だよねそのカウンターの起点になっちゃうんだもん、うんうん、だからそれを体験してるからすごく納得感があった、うん、カウンターのリスクが下がるっていう点についてロングスロー、うんうん、近い選手につないでパスを細かく交換しようとした時にガッと取られてそのままサイド割られるみたいな、うん、もう想像できちゃうな、うん、もうウガジンとかボール持ってスローにしようとしてると、うん、っていうことでまあね、だから戦術であるということで皆さんのね私も含めてですけどアップデートしなきゃいけないっていうのと、レッツいいのかな、うん、そう投げれる人を石原選手とかって投げてたか、なんか湘南は投げる気がするんだけどな、分かんない覚えてない、うんうん、そうロングスロー投げる人がいないからさ何せ、うんうんうん、これそのカウンター の, あの、うん、リスクがないっていうのは、うん、ロングスローを投げる場合にセンターバックが上がったりはしないっていうことでしょ、うんそう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 、そうだよね、うん、青森山田とかは上がってるよね、うん、上がってるね、ああだちょっと違うのかなその辺は、そうそうそう普通の陣形でっていうか、うんうん、基本陣形を変えずにやると、うん、そう創出できる、でもそれでも、うん、それでもゴールが生まれるチャンスになるんだね、うん、高い選手をそんなに並べてなくても、うん、ちょっと不思議、まあ、あとあれだよね、ディフェンスライン下げざるを得ないっていうのがもう一個あるからね、ロングスローの場合、はいはい、ああなるほどね、まあ変に下でだから神戸なんかこれやり始めたらどうなるかみたいなやめて俺アンチロングスローに変わるかもしれない3ヶ月後には俺もうなんかまあできんだろうけどさ、いや上手い選手多いからできると思うけどな、うん、まあ中盤省略なるべくして高いところに当ててっていうサッカー やってたわけじゃない、うん、それがスローインからもそれができるようになったみたいなさ、スローイン大迫みたいな、はいはい、それやっちゃえば勝ちじゃんみたいな、うん、だからね、まあ、ロングスローって言ったらなんか印象にあるのはトスとかあと大宮、もうだいぶ昔の記憶だけどな、うん、だけど J リーグだとね、だからちょっと今後ね注目ですね、J リーグでロングスローの名手って言われてるやつは、うん、選手は今のところいない、どうなんだろう、セレッソとかもいた記憶があるんだけど、で名前はパッと出てこないけど、セレッソとかトスとかっていうのは投げてくる印象、例えば引退してさ、もうあのロングスローで おなじみの何々選手ですみたいなで出てくるみたいな、でなんか番組とかです、ロングスローやるみたいな。まあ長くそれで食ってる人はいないよね。うん。このそれこそデラップみたいなのはいないよね。さあデラップって人さ、俺ま、うん、なんか、うん、この人かどうか分かんないけどさ、なんかロングスロー投げる人でさ、うん、引退した理由が肩壊したっていう人いなかった。うんいやこの人じゃなかったかな、でもデラップはもうロングスロー しかないって言ったらすごい失礼だけどなんかまああれね、相手が触って直接ゴールも結構あったからね、うん何せ
球の質が違うもんだって。でもロングスローっていうのはなんでゴールキーパーが直接あんまり触れないんだろうね。やっぱり選手が密集してるから。密集しちゃうからでしょ。あ、うん、まあ、そのセンタリングで蹴る場合だとオフサイドラインがあるから、うん、結構ゴールキーパーはフリーで、まあ、うん、ハイボール処理できるけど、うん、スローインの場合はもうゴールエリアに全員じゃないけど入りまくるから無効化できちゃうってことか。そうだね。だスペースも確保できないしね。うん、それこそ今まあキッパーチャージもないし何せ。ああ、それもでかいかもね、うん、ルール変更も、うん、まあ、普通のフィールドプレイヤーと同じとみなすっていうか、まあ、うん、ファールに関して、ね、ちょっとまあ面白いか面白くないかっていうのはね、そういう要素もプロスポーツでさ興行の面もあるから、うん、その J リーグにおいてはちょっと どうなのかなっていうのはあるけど、うん、まあね、セリアさんがやるんだったらっていうのはね、日本人の悪い考えですね。欧州ではっていうのがね、欧州では、まあ、このね、ザイオン批判だのね、あの浅野の なぜ中にパス出せないか議論につながっていくからね、うん、笑っちゃったよあれ。ちょっとこの話若干戻るんだけど、あの浅野が中に折り返さないで左足でシュート打ったシーン、うん、ガビなら折り返せたみたいな。はい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 。ちょっと笑ったよね、うん、ヨーロッパのスタンダードみたいな、うん、いやいやいや、ガビなら折り返せんだろうな。浅野だからね、うん、そ、日本代表だからね。そうそうそう、もう知ってんじゃんみんな浅野のこと、うん。確かにそれ、うん、なんかお前ら知らないだろ的な感じで投稿してるのに、うん、お前が一番浅野を分かってないだろっていう投稿だね。それはね、うん、そうガビならできるなら浅野ができるか、できません。浅野には浅野の良さがあります。はい、あのでその90分フルに良さを出す選手じゃない、うん、あの90分の中のどこか1分どこか30秒、うん、そこに凝縮されてるのが浅野だから、うん、そのみんなね、あのイラつくとは思う。俺もそう、イラつく。見ててストレスはたまると思う。わかるわかるわかるけど、浅野のあのシーンにおいて俺浅野が中に折り返せたとは全く思わない。ただニアウェぶち抜く可能性は感じた、うん、浅野はそういうミラクルを起こす。ミラクルね。うんうん、でもゴールだからね、うん、価値がでかいのはどっちですかって話かな、うん、個性だね、うん、はい、ということで、はい、以上ですね、はい、でね、ついに、ね、最後ね、ついにハンドまでもサポートということで取り上げさせていただきます。こちらサッカーキングね、去年の12月6日の記事ですね、ユーロ2024ではね、公式球に内蔵されたマイクロチップがピッチ内での様々な事象において、審判団の判定をサポートする可能性があるという可能性ということで、あのイギリスメディア BBC だったりスカイが伝えているということで、ドイツで開催されるユーロ2024では、アディダス社のフッサボリエン、読めないですね。アディダスの公式球が使用されますと、報道によるとボールの中心にモーションセンサー機能を有した充電式のマイクロチップが内蔵されるということで、プレイヤーがボールに触れた際の正確なデータをリアルタイムで関係者に共有することが可能となり、試合のさまざまな事象における判定をサポートすることが可能だということで、でこれね、あの2022年のワールドカップの半自動オフサイドテクノロジーで採用されていて、1秒間に最大500回の動きを検出してオフサイド判定にかかる時間が大幅に短縮されたと。ただ今回ね、変化点はこの技術がハンド判定の際の審判団の意思決定をサポートする可能性があるということで、いつタッチが行われたかを検出する機能を有しており、まあ、体のどの部分でタッチが行われたかについては認識できないんですが、人工知能だったり、追跡技術、四肢のね、追跡技術と合わせて使用することによって、ピッチ内の重要局面においてハンドがあったか否かをより迅速に、より正確に把握することが可能になるということで、来ましたテクノロジー、うん、でこれさ、あの前のね、2022年の反自動オフサイドの時もこの週刊ニャンニャンで取り上げた記憶があるんだけど、はいはい、その時にさ見たんだけど、ボールがあってさ、こうなんていうの、半円なんだけど、これって中にあんだよね、うん、センサーがさ、うん、すごくね、うん、こう柱が生えててさ、中心にセンサーを置いてんだけどさ、
どういう技術っていうのと、正確にマシンに置かないとさ、そのセンサーって、うんうん、ある軽微な重量であろうと、重心からずれた瞬間に、なんていうか、こう回転とかが加わるとさ、うん、より顕著に影響が出ちゃうからさ、うん、その中心に置く技術、さすが、さすがドイツ、わかんない、モルテンが作ってるかもしれないけど。いや、そうだよね、ボール、多分垂直に落下させても、多分曲がってくよね、重心ずれたら。うん、そうそう。ただね、テクノロジー。いくつんだろうね、でもあのボール1個。信じらんないんだけど。3万。3万 ?3 万じゃ済む。3万で済む。3万じゃ入ってないやつかぐらいか。うんね。従来ボール欲しいかもしれない。でも素人がこれ持ったところで使えないからね。何それ。よくね、そんな。ロマン。うん、これそうだよね、使う試合っていうのってめちゃくちゃ限られてそうじゃん、うん、今のところ、うん、そこによく投資するよね。そうっていうのとさ、なんかもう近いね、未来が、うん、ああ、いやもう AI じゃねえか、うん、AI なんかもう全ていけそうだよね、 5年以内にいけるんじゃないかって気がしてる俺、うん、全ての判定を AI がする。うんうん、技術の進歩が早い、うん、なんかここ最近のやっぱフットボールってすごいですね、そう考えるとね、やっぱ、うん、世界スポーツであり、なんかこういうテクノロジーの進化に、うん、一役買ってしまうスポーツに なのかもしれないね。うん、だからあれね、少なくとも審判1人ないし審判が2人っていうのが、うん、なんか近い将来にありえんじゃねえかなって気はする。うん、審判2人が一番いいかな。要するに今までの副審の半面ずつ見るっていう方が理にかなってるかもしれないけど、少なくとももう減らせるよね、主審は。主審じゃねえ、あのピッチ上の審判は、ん、まあ、少なくともオフサイドはさ、あ、副審をなくすってこと、うん、そう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 、うん、そうね、だからね、まあ、あの結局、まあ、トップのね環境でしか、まあ、起こらないとは思うけど、もうね、みんあの子供たちがあのラインズマンをやらなくて済むようになってほしい。いや俺ラインズマンはあれだから、衛星出た後にもっと体力つけとかなきゃあかん、多分取られると思って、先進までちゃんとやってた真面目くんだったんだ俺。そうなんだ。うん、俺のいやいややってたよ。俺の成長機会を奪わないでください。いやーもうね、もう、ま、あれだね、なんだろう、あれ新人戦なのかわかんないけど、やりに行ってさ、うん、あのラインズマンをやじられた記憶が蘇るよ、相手チームに。うん、俺も合宿の時にやじられてちょっと泣いた。いや本当俺怪我してて、あれどこの高校だったんだろうな。いやなんか相手選手、あのそいつ、そっちのでも言うなよ。そいつの選手が倒れてて、で倒れてるからオフサイドラインがそいつ倒れてるところになるじゃない、うん、合ってるよね、うん、ピッチ内にいりゃね、いるでしょ、だからもうそこが、うん、もう完全にオフサイドラインなのよ、うん、でその前にそのフォワードの選手が、そいつはディフェンスだったんだよね、だからでフォワードの選手がいて、もう一つ前にもう一人のディフェンスがいて、でそいつ、そのディフェンスがオフサイドをめちゃくちゃ主張してるんだけど、いやあっちに倒れてますんで、うん、ラインめちゃくちゃ低いですよって言ってオフサイド上げなかったのよ、うん、そしたら、うん、どこ見てんだボケーってめっちゃ切られて、おらーって言って、はい、怒られて、まあ、ちょっと泣いた、うん、ちょっと泣いてまっちゃんに、うん、どう、いや、そんな気にすんのと言われた。あとは2年生ぐらいかな、だと思う、結局知ったんだあなた。
だったと思うよ、怪我してたから行ったんだと思う、一瞬。いや、いいね。いや、いいねじゃないんだよ。やじろ、そう、高校生の、あの、だからラインズマンがもう言葉として古いんだけど、ラインズマンです。そう、ボランティア精神で成り立ってるラインズマンは、非常にストレスフルなんだよね。うん。いや、俺だと思ったもん。うん、気にすんなじゃなくて、いや、あんたカード出してくださいよって思ったもんね。ま、あの監督です、すいません、まっちゃんって言っちゃったんですけど。まあそうだね、めちゃくちゃ言われて、なんか一人じゃねえし、そいつだけじゃなくて3人ぐらいに、てめえどう見てんだこの野郎、下手くそはボケってブロックスに言われたの。ルーキーズだね。いや本当に、でもそんな感じ、やからみたいな人たちは、こんなやつら夏合宿来ないでよって思っちゃったよね。ね、まあいろいろありますね。はい、ということで、まあね、まあ絶対判断する人は一人残るだろうしょうから、減ったとしてもあれですけど、技術革新はすぐそこです、うん、もうオフサイドでイライラしてることはきっとないでしょう、我々が、うん、はい、ということで本日の話題は以上になります。矢部さん、はい、どうでした今日は。いや、なんかそう、だから、うん、怒っちゃった時にね、どうやって対応するのかってことなんだけどさ、うん、浦和レッズでは今ヨガをやっているようで。あ、はいはいはい、ヨガやってるね、うん、ちょっとさ、やっぱ俺もね、結構仕事とかでさ、うん、興奮するとその日眠れないとかってあるわけ、うん、あるのよ。でも多分選手って日じゃないと思うのよ、もう試合で勝った時も負けた時も、勝った時の興奮、1対1で負けたあのシーンとか、サポーターに言われたあの言葉とか、ものすごいもの、もうエネルギーがさ、こう自分の中に溜まったまんま帰宅するわけじゃん。うまく寝られるかっていうところがまず問題だと思うんだよね。でだから今トレーニングで、まあ、そのストレッチヨガみたいなのをやってたけど、うん、まあ、できればそれを自分でその生活サイクルに入れて、うん、メンタルをこう試合が終わって寝る前にしっかり、うん、まあ、寝る前までに落ち着かせる、うん、もうその試合のオンのと状態がしっかりとオフに落ち着かせるっていう作業って、うん、いやこれプロサッカー選手は一般の人以上に大切にしなきゃいけないことなんじゃないかなって思うので、ヨガって聞いて、うん、まあ、ちょっとなんか意外だったっていう人もいるのかもしれないんだけど、うん、いや俺はぜひぜひ力を入れてほしい部分ではあります。理にかなっていると、うん、じゃああれだね、我々も興奮しすぎたらスタジアムでヨガタイムだね。ヨガです、もうみんな、うん、みんなこうやってなんか丸やって恐怖だわ。これやりながら目つぶってちゃんと歌うみたいな。怖えよ。あ、試合終わった後でもいいよね。ウェアダイ歌ってる時にさ、タオルマフラーをさ、こうやって掲げる時にさ、掲げる時にこうやってやってるみたいな。いやいや、宮台は全力でやった後に急にスンってこうヨガタイムに入るみたいな。そう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 、だからスンって入るときに目つぶって歌ってもいいんじゃないですか、もうスンって、うん、いい、もうめちゃめちゃ整ってるみたいな。今年の裏はサポーターもヨガ。まあでもね、なんか新たなビジネスの機会もありそうですし、なんかあれですね、監督が持ち込んだ新しい文化をね、なんとか取り入れて、うん、より強い裏になってもらえればなと思います。うんうん、ということで、はい、ぜひぜひ、高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。最初と最後にしか言わないので、全然みんな押さないでしょうけど、これをね、もし万が一聞いてたら、ポチッと、押していただけるとありがたいです。以上です。バイバイ。じゃあね、また来週。